こんにちは。ティナ&ティムアメリカ暮らしです。本日は、そうだ、ラスベガスに行こう。ラスベガスの今という話です。今回はね、ラスベガスの今についてお伝えしたいと思います。ラスベガスにはロサンゼルスから250マイル、400キロですね、ところにあります。普段はね、4時間かけて車をバーッと走らせるというそんなねことをしていたんですが、今回はねその途中ですね、いろいろね面白いところがあったので、まあ、ちょっとご紹介したいと思いまして、動画をね作っております。2箇所のね情報をお伝えしたいと思います。ここはですね、バストーという、ロサンゼルスから2時間ぐらいのところにある場所なんですけどね、そこにね何やらねすごいねこう巨大なキャンディーのねなんかこうモニュメントがあるような、そんなね、ところがねありまして、まあちょうどね、ロサンゼルスから2時間車で飛ばしてきたちょうどところなので、まあどちらかというと休憩ということでねこの場所をね、よく利用しています。まあね中ね行ってみればねドライブインみたいなもんですよね。まあね、ここで、まあ、キャンディーとか甘い、まあ、お菓子とか買ってですね、まあ、ちょっと用を足して、まあ、それからあと2時間ねラスベガスまで、まあ、ここを、まあ、休憩所としてよく使っております。まあね、中はねいろんなお菓子あります。日本のお菓子もあるんですけどね、あとね甘い飲み物、甘いキャンディー、まあ、いろんなねありとあらゆるね甘いものが置いてあります。ちょっとね老人の我々につらいもんばっかしなんで、まあ、買うとしたらね、まあ、ちょっとコーヒーを買うぐらいだろうと思うんですが、まあ、大体ねロサンゼルスからラスベガスに来る中間地点ということでね、ここをよく利用しています。お店の前はねこのエディーワールドというね、まあ要するに甘いものを売っているというそんなね場所なんです。まあねちょっとここで、ね、気になったのはねテスラの、ね、給電所がなんかねたくさんできたっていうのがねちょっと気になりました。さてね残りあと2時間ということでラスベガスまで、行くわけですが、そのねもう1時間ぐらい行ったところにねちょっとね面白いお店がありましてね、今回はねそれもちょっとご紹介したくて、そちら今向かっています。でその場所はねベイカーという場所なんです。お店の名前はねエイリアンビーフジャーキーという、まあ、ビーフジャーキーのお店なんですが、エイリアをねモチーフにしたそんなお店です。でまあねこの場所っていうのはねデスバレーに行くちょうど入り口の場所なんですね。でね今の時期結構暑くてデスバレーがたまにね摂氏50度とかなるんですよ。だもんでね今日はねここ来ましたね。やっぱ暑いですね。もう40度超え、まあ、45度とかねそんなようなねまあ、とんでもない暑い場所なんですが、そんなところにねこのね、エイリアンビーフジャーキーというねお店がありまして、まあ、ビーフジャーキーが買えたり、まあ、いろいろエイリアングッズが買えたりとね、なかなかね笑える場所なんでね、ちょっとねご紹介したいと思いました。まあねスーッとインターとステート15号を走っていればね通り過ぎてしまうような小さな町なんですけれども、まあねこのねエイリアンをモチーフしたビーフジャーキーと、まあ、これねマーケティング力があるっていうことなんでしょうかね。まあこんなね小さな町にね、まあ、ビーフジャーキーエイリアンのビーフジャーキーということでそれを求めてねたくさんのアメリカ人が来ています。まあね、そんなねちょっと変わった場所なんでね今回ね、わざわざ休憩というわけではないんですが、もうすでに休憩はねさっきしてますので、
ただね、面白い場所なんでね、ロサンゼルスからラスベガスに行く間にね、こんな場所もあるんだということでね、ちょっとお伝えしたいかと思って、こちらの方でねちょっと映像をね撮りに来たんです。まあね、とにかくこの場所っていうのがね、もう砂漠ですから、もう暑くてしょうがない場所なんですけどね、まあ、そんな中にね、まあ、忽然として何やらこの、びっくりするような建物なんですが、なんか宇宙船をかたどったような、ちょっとよくわけわかんないような、そんなねお店がね、この砂漠の中に忽然として現れます。まあね、今日はね、ラスベガスに行く間にね、そんな場所をねちょっとご紹介したいかなと思っています。まあ、今見えてるのがね、そのエイリアンビーフジャーキーのお店なんですが、そのお店にね、2年前ぐらいかなんか新しい建物が建ったということでね、ちょっとそれを見に行っております。でここはね、どうも今はなんか COVID-19 でお客さんが少ないんでクローズしてるみたいなんですが、なんかドライブスルーみたいなんですかね、そんなね、なんかエイリアンステーションみたいなね、まあなんかちょっとよくわかんないですけれども、そんなようなね場所がね、前回2年前に来た時から比べてね、新しく出来上がっておりました。まあね、ちょっとよくわからないんですが、こことエイリアンとどういうつながりがあるのかな。実際ね、エイリアンで大騒ぎしてるのはね、ニューメキシコのロズウェルとかそういうところなんですけどね、まあ、ここがね、いろいろそんなようなマーケティングでエイリアンビーフジャーキーを売っているという、まあ、ちょっと面白いんでね、お店の中をね、ぐるっとちょっと映像を撮ってみました。で今回ね、この中でね、前回来た時と変わってるのはね、なんかエイリアントランプっていうのがあるんですよ。これがね、ちょっと笑えるんでね、ちょっとお店のね、音も聞いていただきたいと思うんですが、目の前に見えるのがね、これエイリアントランプって言って、なんかね、1ドル札をね、ここに入れるとね、まあトランプの声だと思うんですけどね、トランプさんの声でいろいろ喋るんですよ。でその喋る内容を聞いてるだけでね、こう笑える内容なんでね、今ね、なんかね、アメリカ人の方がね、記念写真とか撮ってるんですが、私はね、それをね、こう後ろから撮って、トランプさんがお話をしないかなと今ずっと待ち構えているという、そんなところなんですよね。そうしましたらね、あ、喋る、はい、今ねちょっとこう喋ったんですが、ここにね1ドル入れてね、いろんなこと喋らせようってことができるんでね、まあどっちかというとこうお遊びですけどね。そんなね、エイリアンビーフジャーキーのお店ちょっとご紹介しました。もしね、ロサンゼルスからラスベガスに来るときにね、機会があったらね、だいたい3時間ぐらいのとこなんでね、このビーフ、エイリアンビーフジャーキーちょっとね行ってみたらと思います。映像の方はね、これはねインターステート15号、もうそろそろね、ラスベガスが見えるところに来ています。で今回はですね、我々は今までそうですね、ラスベガスのホテルと例えばモンテカルロだったりルクソールだったりシーザーズパレスだったり、そしてね、最近よく行ってるのがトランプホテルなんですが、今回はね、リオという、ホテルにしました。ここはね、シーザーズパレスのグループではあるんですけれども、まあね、ちょっとね日本人にしてはね、ありがたいジャグジーとかそういったね、設備があるので、今回はねあえてねトランプホテルをやめて、こちらの方に、リオというね、ホテルにしました。で、まあ皆さんがご存知のねラスベガスブルーバーの、まあ、通称ストリップというんですけど、そこのね周りにあるホテルに皆さん行かれてるとは思うんですが、
今回はね、このリオというホテルは、そこよりはね、ちょっとね、外れている場所になります。なんでね、まあ、今回ね、COVID-19 で、まあ、いろいろ制限されている中だと思うので、まあ、人気がないところにね、ちょっと行ってみようということで、ね、今回はね、リオというホテルにね、してみました。で、リオというホテルはね、まあ、私今この車オーバーサイズなんでね、なかなかタワーパーキングとか入れられないんですが、まあ、敷地も広いもんですから、RV とかハイルーフの車はね、止められるような駐車場があるのでね、今回はここに選んだという経緯があります。まあ、実際今回ここに来た目的はラスベガスに来るというよりはですね、ここを拠点にしてまた大自然をね、味わいたいということでね、まあ、たまにはね、トランプホテルあるいはね、シーザーズパレスというところよりはね、まあ、ちょっと変わったところをね、見てみたいなということで、ね、今回はそのリオというね、ホテルに選んだんです。でもう一つの理由はね、やっぱりね、リオというホテルにはね、シーフードバフェ、要するにビュッフェですか、日本語ではね、ありましてね、まあ、ここに行きたいというのもあったんですが、残念ながらね、今ね、COVID-19 の制限で、ビュッフェをオープンできないという事情があるらしいですね。他にもね、この6月からいろんな、ビュッフェがオープンはしたんですけれども、まあ、今回行った利用、残念ながら6月になったけれども、オープンされなかったですね。まあ、ちょっとね、残念のは残念なんですが、まあ、それはそれとしてね、そういったね、ところに行くのいいんじゃないかなと思って、ここを選びました。ではまた、ティナ&ティムアメリカ暮らしでした。